石庭の地で義軍を退け、御帝の座へとついた孫権。一方義では、敗走した曹休に代わり満朝が大呉の戦線に着任。呉への圧力を強めるため、合肥の地に新たな城塞を築く。石庭での戦いから5年後、孫権はこの城塞の攻略を決意。蜀の諸葛亮の北伐と連動し、孫吾の軍を合肥へと進めた。五漢の衰退に始まった群雄割拠の時代にも収束の時が近づく。高頭に立ち、父や兄の志を継いでかける若き虎孫権。そして父曹操の後を継ぎ、大国魏を動かす覇道の後継曹丕。勝つのはどちらか、時代を開く真の英雄はどちらか。決戦の息を燃やし、合肥新城に猛将たちが集う。孫権、陸遜、周泰、廉氏が今孫吾の天下へとひた走る。出しました。ええ、ああ、見えている。曹丕、ここで雌雄を決してやると言わんばかりだな。はっ。俺は戦のための城、厚く、高く、硬い。軽力や策を待っているでしょう。うん。かつての合肥攻め以上の激戦となろうな。巨匠に潜ませた者らの報告によれば、巨匠からこの地へ向けて増援が動いたと。皇族を立ち、勝次郎を落とすか。ええ、ですがこちらの兵数も十分とは言えません。1人の2人分、3人分、5人分の働きをしなければ勝機は薄いでしょう。ならば問題あるまい。我が将兵はいずれも一騎当選の猛者ばかりだ。みな、この戦こそが決戦と思え。三奪者たる曹丕を打ち倒し、孫吾の天下を勝ち取るのだ。孫権様、ようやく終わりが見えてきましたね。ああ、廉氏、よく私についてきてくれた。いや、支えてきてくれた。お前がいたからこそ私は進んでこられた。そのお言葉、とても嬉しく思います。私も孫権様のおそばで歩めて幸せでした。おい、変な言い方をするな。これからも私たちは共に生きるのだからな。そうですね。私も武勇を示さねばな。乱世に立ち、時代を開く帝として。敵の陣は深く、兵数も圧倒的。
敵の懐に入る形での戦いになりますね。包囲されれば簡単に潰されます。各軍連携を密にして進みましょう。ことらずと思いは一つ、孫軍勝利を。戦の城が立ち、刃の交わる音が響く。それは世のあるべき姿ではありません。孫吾のため、そして天下のため、それがしの拳、戦乱の世を砕かん。乱世も思いのほか長く続きましたね。けどここで終わらせてみせます。先に行った奴らに見せてやりましょう、孫吾の天下ってやつを。出発するわ。みんなで力を合わせて戦いましょう。孫権様の天下を実現するために。はっ。この地にて葬儀の息の根を止める。全軍進め。門を突破するために勝者を用意します。城門前の拠点を抑えましょう。解きなさい。私たちは勝たなければ、孫権様の目指す新しい天下のために。おい、我が自由で葬ってくれるわ。したものに生きる資格はない。覚悟して戦え。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。動
らされているな。下に落ちるよう注意して進まねば。
さそうだ。いざ参るぞ。私に牙を立てる。虎の名はだけではなかった。そうとも、私は虎を継ぐ男を、貴様を喰らい、天下へと進むのだ。思い上がるな。この城は合皮ごとくれてやる。だが、ここからが始まりだ。何？くっ、まだこれほどの。引くぞ。え？はあ、ま、そうおっしゃるならば。あがき。傷つき続けるがいい。それでも食らいついてきたならば捕らえよ。乱世の果てでまた会おう。義はまだはるかに強大なのだな。この城一つ
戯れに捨てられるほど。だが虎は駆ける。託され繋いできた大志ある限り。戦い続けよう。野心と戦乱の絶えるその時まで。孫権は全力をもって軍を進め、合肥新城に魏軍を打ち破った。これを受け魏軍の主力は幼州から撤退。孫吾の将士は平定された幼州の地に時の声を上げる。しかし葬儀にとってそれはわずかな傷に過ぎなかった。強大な葬儀孫吾の前に立ちはだかるその壁は未だ高く厚い。あと幾度の勝利を重ねればその命運を立てるのか。戦乱の日々は続き、その先にある時代は姿を見せない。しかし孫権は確信する。孫吾の将兵らの知勇は必ずや葬儀を打ち破れると。父と兄に託された志は必ずや天下へとたどり着けると。虎は駆ける。ただひたすらに未来へと向かって。始めるか。代を重ね志をつなぎ、託されし思いを胸にここまで来た。今ここに全てを成し遂げる。進め高き虎たちよ。その総画で乱世を断つのだ。